全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは外合わせ馬。まずは先行争い。1番アイエムブレイクペースを作ります。2番手4番アサヒ、2番ペイソウナ好位をキープ。その外5番合わせ馬、3番追い込み馬後方。ここから先頭までは8馬身。先頭は変わらずアイエムブレイク。各馬第3コーナーをカーブしていきます。後ろに4番アサヒ、2番ペイソウナ好位をキープ。 600m の通過タイムは34秒2。外を抑えて5番合わせ馬、3番追い込み馬後方。先頭は変わらずアイエムブレイク。4コーナーカーブから直線に向きます。先頭はわずかにアイエムブレイク、若干リードはアイエムブレイク。あと200、追い込み勢にはペイソウナ、アイエムブレイク頑張っている。ペイソウナここから届くか。アイエムブレイク逃げ切ってゴール。勝ったのはアイエムブレイク。鞍上は牛澤智春騎手。勝ち時計1分6秒2。アイエムブレイクブリーダーズカップを見事勝利しました。2着アサヒ、3着は混戦の模様です。